はい、2015年7月12日、今回は、美容師さんこれからカットを覚える、まずカットを覚える前にこの道具の使い方で大事なコームワークですねの仕方を紹介していきます。コームワーク一つでこのされてる側、お客さん側も痛いとかこうされてて心地いいっていうのがあるんですけど、よくこうガツガツしてたりとか、こう頭皮が痛いとか、そういう経験がある人も、多いんじゃないかと思うんですけど、そのコームワーク一つで変わってきます。で、まずいきなりこうカットを始めるとしても、どういうふうにこう角度を入れていいのかわからないと思うんですけど、どんな感じでやるかというと、この指のこのひねりを使ってまず入れるときですね、こう当てるわけじゃないですね。ここから始まるんじゃなくて、ここから始まります。で、ここからの当てますね。当てたら次指をこうひねって起こす。で、起こしてからのコーミングですね。これですくいます。だからここからだとこうやっても髪がついてこないんです。ついてこないので力任せにガツッとやって取るっていう感じになるんですけど、これをここからにして手首の指のこの曲げを使うとこれで取れるんです。これでこういう感じですくえます。なのでこのソフトに髪の毛を起こすことができるわけです。いわゆるこの当たった感触はない、少ないけど髪の毛を根元からしっかり起こすという、コームワークの基本ですね。もう嫌な痛くないコームワークの基本として、このコームワークをまずぜひお家の練習で、自分の手とかを使ってこうやってやってもいいし、そばにウィッグを1台置いておいて、こういうふうに手首、もう最初ここが多分硬いと思うのでなかなかきついと思うんですけど、これもずっとやってるともう自然とこの指のこれが身について、痛くないコームワークができるようになってくるので、そこで初めてきれいに溶かすことができてからのヘアカットになるので、ぜひこれを家でとりあえず練習をもうたくさんして、もうずっとですね、もうテレビ見てる時とか寝る前とか、もうひたすらこういう練習を欠かさずにやってることがまず上達の近道なので、ぜひ覚えてほしいかなと思います。ということで、今回はそのコームワークですね。このコームワークの手首の柔らかさの重要性、これはシャンプーをするときとかもこういうふうに直線的に洗うんじゃなくて、丸く手首を使うこの手首の柔らかさっていうのを身につけておくことで腱鞘炎を防ぐことにもなるので、ぜひ普段の練習でぜひ柔らかくしてほしいかと思います。はい、今回は以上でした。